疲れ様でーす。本日もよろしくお願いいたします。おはようございますなんですよね。おはようございます。朝9時ですね。9時。いやー、朝からですね、うるさいですよ。最近本当にうるさいですね。時々頭くるんですよ、うるさいから。選挙、統一地方選挙ですよね。それでですね、結構私の家の周り、まあ、ぐるんぐるんいろんな人が来て、うるさくて、これもやってられないですね。いやー、本当に、こういう選挙の形って、なんか意味あるんですかね。私、本当に思うんですけど、昔ながらのやり方で、それで選挙カー出して名前だけ連呼して、それでこの前なんかひどかったですよ。なんか二児の母になりました、まるまるです、どうぞよろしくお願いします、二児の母ですって、で手振ってんですよ。バカじゃないかと思いましたね。それは二児の母っていうことは、それは子育てしてるんで、で皆さんに寄り添ってますよとか、子育ての立場からいろいろできますよっていう、そのね、世の中よくできますよみたいなことだと思うんですけれども、ただ単にそれだけアピールして、でさらに名前だけ連呼して手振って、でこっちがですね、応援もしてないのに、こう横に来ただけでありがとうございます、ありがとうございますって言うんですよね。あれやらせで、本当に中にはこう手振ってる人いますよ。その時ありがとうございますはわかるんですけれども、そのやらせでありがとうございますって言ってる人いるんですよ。いや、そういうのはですね、もう本当にやめた方がいいし、これお金の無駄ですよ、これ。本当にお金の無駄ですよね。で、この選挙のあり方って昔からこれ思ってるんですけれども、なんとかならないんですかね。こんだけ、インターネットが進んでて、もう、まあ、ネット選挙も導入してないような状況で、で、さらにはですね、こういう選挙の古いやり方っていうのは、もう、本当に変えないと、これ、若い人たちが、じゃあ政治に参加しようっていう気にはならないですよ。なんか、バカみたいに、車の中で、こんにちは、あ、ありがとうございますって言ってるだけの選挙って、それも、4年に1度ですよ。4年に1度だけ。そんなことをしてる選挙で見て、若い人たちが、ああ、政治家って立派だとか、ああ、僕もこういうのなりたいな、私もこういう風なことやりたいな、なんか、思わないと思うんですよね。いやー、でも、私自体はですね、この、地方議会、議員はいらないと思ってるんですよ。地方議会って言ったら、私が考えるには、これ皆さん意見違ったら申し訳ないんですけど、マイナスしかないなと思ってるんですよね。で、要は、その地域の利権だけ吸い上げて上に持ってくっていう感じのイメージしかないんですよ。で、結局、地方議会自体は、そこのね、トップが強いですからね、結局は。市長が強かったり、知事が強かったり、そういうことが、まあ、ほとんどですよね。そういう、トップが強いので、結局は、ペーペーの市民の本当の意見っていうのは伝わらないと思うんですよ。で、まあ企業とか、地方の企業とか、それこそね、いろんな、そういった人たちが、こう、お願いしに行ったりするのが地方議会ですし、で、それを吸い上げて国に意見言うっていうのが地方議会ですから、このやり方っていうか、この制度自体は、もうこれ、本当、撤廃してほしいですね。で、特に県議会議員ですよ。あれだけ偉そうにしてて、偉そうにしてるんですよ、県議会議員って。なんか知らないけど、あれだけ偉そうにしてて、実際はですね、4分の1は無投票ですし、で、1人区あるじゃないですか。1人区なんか半数以上が無投票ですからね。だから、その、権利に、あぐらかいてずっとやってる人たちですからね。それでそれなりにいい給料をもらってますからね。
政務活動費とかもありますからね。福岡の場合は確か市議会議員で1400万近くもらってるはずなんですよ。それでこの前調べた時に、まあちょっと調べてアップしておきますけれども、それとは別に政務活動費で、まあ最高だったかな、平均か最高かわからないんですけれども、月26万ぐらいもらってるっていう風になってましたから、結構もらってんですよね。でそれでいて常に先生って言われるじゃないですか。私先生なんか思ったことないんですよ。で彼らは別に私たちの代表っていうか、私たちのために働く人でもあるし、でどうして私たちのために働く人のことを先生って言わないとダメなんですかね。よくわかんないんですよね。まあ、先生先生って言い合ってる議員見てて、いやもうこういう昔ながらのダメなのはやめた方がいいのになと思うんですよね。会社でもですね、役職を取っ払って三三運動ってなかったですか。何々課長、何々所長って呼ぶんじゃなくて、何々さんって呼ぼうっていう流れになってなかったですかね。もう私がいた会社はそうなってて、役職で呼ばれることっていうのはもう10年近くなかったんですよね。さんで呼ばれてましたからね。だからその議員も別にさんでいいじゃないですか。何々さんで、私は本当そう思ってるんですよね。何々さんと言えばいいだけの話で、で一つ例に挙げたらですね、その私が住んでるところを具体的に言ったら、私のところから歩いたら駅って40分ぐらいかかるんですよ。30分と40分かかるんですよ。こっちの A 駅っていうのが30分で、いつもここで私飲んでるんですけどね、歩いて行って。でここ B 駅っていうのが40分なんですよ。これが私の最寄り駅なんですけれども、でこの2つの駅には行くには車か歩きかバスっていう形になるんですよね。でこの A 駅は私がよく使うところは JR なんですよ。でこの B 駅っていうのは西鉄なんですよね。でこの2つの駅があって、基本的に私はもうこのこっちの駅がアクセスがいいので使うんですけれども、この JR を。ただですね、ここの JR の駅に行くのにバスがないんですよ。バスがだから歩いて行かざる得ないんですよね。飲み会の時なんかはお酒ありますからね、歩いて行かざるを得なくて、めちゃめちゃ不便なんですよね。で一方この B 駅、西鉄なんですよね。西鉄ってお分かりのように、まあ九州の人は分かると思うんですけれども、もう福岡なんか特にもうイコール西鉄なんですよ。もう西鉄の利権ばっかりなんですよね。すべて西鉄ですよ。家も西鉄ぐらいですから。ストアも西鉄ストアってあるんですよ。それぐらい西鉄ってめちゃめちゃ強いんですよね。で、バスなんですよ。西鉄バス。バスですよ。で、この B 駅っていうのは、まあ、ここの駅に行くのは比較的便利なんですよ。どうしてかって言ったら、私の家からも1時間に何本も電車が、あ、バスが通ってんですよ。この西鉄だから。西鉄バスだから西鉄が通ってんですよ。で、私のエリアって JR が染み出されてるんで、この JR の駅に行くのは一本もないんですよね。これって、もうまさに利権ですよね。で、ここに関してはですね、福岡市で有名な、まあ、全国的にも有名になりつつある、高島市長って立派な市長がいらっしゃるんですけれども、その後、さすがの高島市長も、ここには絡んでない、絡めないですね。だってもう何年も経ってるのに、ここの福岡のエリアって高島市長がすごく力入れてるエリアなんですよ。このトライアルのこの近辺は。だからボンボンタワマンとか建ってるんですけれども、まあ地下鉄通すのはちょっと難しいと思いますよ。お金かかるんで。でも、この JR の駅のアクセスを良くするために、まあ何かしら、補助金というか援助して JR のバスをここに持ってくるとか、それこそ西鉄のバスだけど JR までアクセスを良くするっていうのはすぐできると思うんですよね。これできると思うんですよ。で、してほしいんですよ。で、ここに住んでる人間って結構そう思ってる人多いと思いますよ。こっちの JR の駅便利ですからね。すごく便利なので、そういう人が多いのにもかかわらず、
こういうふうに私のエリアが、まあいい例ですけれども、利権ガチガチで、こっちの駅に行かせない。こっちの駅は不便。だからこっちの便利な西鉄の駅を使おうとか、そういう流れになっちゃってるんですよね。で、これがですね、まさに、県議会議員とか市議会議員がいるから、こういう状況になるわけであって、そこを飛ばして、それこそ本当の市民の代表が国とやり合った時に、JR がですね、ここにも進出してきて、やると思いますよ、ここ。この JR の駅とアクセス良くすると思いますよ。だからそういう風な思いが私すごく強くあって、特にここ3年住んで、すごく強い思いになったんですよね、それが。なんでこんな不便なんだろうって、あ、西鉄だよなっていう風に思うようになったんですよ。で、まあ話戻しますけれども、だから県議会議員とか市議会議員っていうのは、確かに働いてる方いらっしゃいますよ。一生懸命本当に働いてる方いらっしゃいますけれども、まあむしろそういう方の方が多いかもしれないんですけれども、でもその裏返しで全く必要ない人もいるんですよ。結局は。4年に一度だけ手振ってる人。手振ってて、ガガガガ言ってる人ですよ。そういういらない人もいるんで、ちょっとですね、本当選挙制度のあり方変えるのと同時に、その地方議会の見直しっていうのは、これ口だけじゃなくて、本当にですね、議員が自分の利権をもうなくしてもいいっていうような人が出てきて、戦ってほしいですね。その議会のあり方みたいな感じで、そういうのが全然聞こえてこないし、で、4年に一度だけ、その今までこういうことやりましたって言って、もう必要ないぐらいにポストに入るんですよね。これやりすぎだろ。これ、紙1枚いくらかかってんだよっていうような、綺麗な紙が入ったり、で街灯で巻いたりしてんですよ。4年に一度だけ。それ以外は全く音沙汰ないですからね。で、あえて言うなら、議会の広報をお前ら見ろよっていうような感じなんですよ。で、やってること知りたいんだとお前らが見ろよ、議会の広報を、広報しようっていうような流れなんで、いや、これはですね、さすがにですね、納得できないですね。で、まあこれ最後ですけれども、この無所属っていうのも、これダメですよ。自分の政治信条がない人間ですから、なんだかんだ言って、はっきり堂々と どこどこの党に所属するというか、少なくとも何々に近いっていう言い方を、何々党に近いっていうふうに、はっきり前面に出して喋らないと、これそれこそあやふやな形にして、無所属っていう形で出てる人たちは、もうそれ、私一番、なんか、いい加減だと思ってるんですけどね。まあ、こんなこと言ったら当然怒られますけど。まあ、本日は以上です。朝からうるさくてですね、もうこういう選挙のやり方ってもうやめろよと思ったんですよ。で、市民の代表が4年に一度しか選挙がないっていうのもおかしいし、私的にはですね、毎年変わってほしいし、それで選挙のあり方こんなの見直して、それこそですね、裁判員裁判あるじゃないですか。向こうから国からこう割り当てられて、って、裁判員なんのかって、そういう形でもう、この市長、市議会なんかは、こう割り当てればいいと思うんですよ。で、やらない人はパスして、やる人はやって、そしたらいろんな意見が取り入れることができるので、そういう形にやればいいのになと思ってるんですよね。まあ本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。朝から本当にイライラしますね。あの声聞いたら。それも一人じゃないですからね。じゃあすいません。失礼します。